はい、今回クラウンの詳細なフルモデルチェンジの情報が入ってきたんで、長さのデザインとスペックで新装備と価格と値引きについて紹介していきます。エンジンとかグレードとか詳細な情報が入ってきて、現行型が登場したのが2018年6月26日、15代目で 220K、 歴代見ても4年でフルモデルチェンジした歴代車があって、モデル周期早いんですね、クラウンで。大体もう4年が経過して、現行あったクラウンは2022年3月14日でオーダーストップで、最終生産日は先月29日で終了して、で新世代のクラウンはセダン、 SUV でステーションワゴン、ハッチバックスタイルを両立。セダンと SUV だけっていう話だったのが、ワゴンとハッチバックも追加するみたいで、でグレードが、廉価がベース、シート表皮はファブリック×構成比較で、下から2番目が HI 上級ファブリック×構成比較で、上から2番目がハイレザー、ハイってものか分かんないですけど HI レザーパッケージで、最上級が RS、完全にレザーシートですね、本革シートとなっていて、4つのグレードみたいですね。でルーフがブラックのツートンを採用って、クラウンがツートンですからね。でちなみに去年の新車販売台数とランキングの方が、ランキングが29位、もうセダンとしては一番人気ぐらいですかね。でハイビット車、2.5 リッターと 3.5 リッターのハイビット車が2万90台で、ガソリン車2リッターの RS 1321台、もうほぼほぼ9割型はハイビットですね。で合わせて去年の累計販売台数、2021年2万1411台で、まあ、月間にして1850台ぐらいですかね。で時期型の情報として、プラットフォームは70年間続いた後輪駆動から前の前輪駆動ベースへと変更という情報があったんですけどね、これは現行型と一緒で後輪駆動へっていう情報へ最近情報が流れて、で先週になって全車が4駆ってことが判明して、でカムイレクサス ES、カムイレクサス ES などで使われている TNGA の JAK プラットフォームを採用により、光合成ボディ軽量化を実現で、新型クラウンのエクステリアは現行モデルから一線を画し、先進的な横一文字の LED ヘッドライト、テールランプを装備して、だから新型ボクシーみたいにつながったヘッドライトなんですかね、テールランプもハリアーみたいな。サイドに関しては未来に酷似した形状となり、より安定感のあるスタイルとなることで、フラッグシップモデルとして質感が向上。形状自体は未来に酷似しているという情報ですね。でフロントはバンパーのスタイルを変更し、水平のラインを使用することで重厚感のあるデザインに。ギアもフロントに合わせて、よりワイドさを強調することにより、迫力あるクーペ風リアビューへ。全長と車幅が延長するみたいで、車体スペック もう判明しましたよね。インテリアは15代目より豪華な内装となり、新世代の 12.3 インチのフルデジタルメーターを採用で、ディスプレイオーディオに関しても大型の 12.3 インチタッチパネルを採用して、で2代目ある新型ミライのインパネルに近いデザインを採用し、前輪駆動をベースとしたプラットフォームを採用することにより、歴代で最大の車内空間へと拡大。前後席のカップディスタンス、ニースペース、ヘッドクリアランスが拡大へ。まあ車内空間も広くなって、走行性も上がって。で、先進装備を追加し、快適性、使い勝手が向上し、インテリアトリムはレザーシート表皮や木目、メタル加色を組み合わせ、フラッグシップセダンとして質感が大幅にアップ。まあ、センチュリーを除いて、まあ、実質フラッグシップセダンですよね。で、車体スペック。上が新型で、下が現行型で、
新型の全長は 4m93、 シャーバー 1m84 で全高 1m54、 現行全長 4m91 なんで 2cm 全長延長して、でシャーバー現行 1m80 なんですけどね、 4cm 広くなって 1m84 みたいですね。まあシャーバー広くなったのもあれなんですけど、全高も現行は 1m45.5 なのが新型で 1m54 なんで 8.5cm も高くなって、ホイールベース 2cm 延長して 2m94cm で、最小回転半径もう新型に関して4駆のみのラインナップで、最小回転半径もちょっと大きくなって 5.7m か 5.8m で、エンジンがベースカー HI、 トランスミッションに関しては電気式無段変速機、直用 2.5L のガソリンエンジン、186馬力、221Nm、22.5kg で、フロントモーターが 119.7kg で、202Nm、20.6kg で、リアモーター 54.4 馬力、121Nm、12.3kg、直用 2.5L プラスモーターのハイビットですね。で、最上級の RS だけがトランスミッション6速 AT オートマで、直用 2.4L のハイビット車のターボ、272馬力、 462Nm、 46.9kg、 フロントモーター 82.9 馬力、 292Nm、 29.8kg、 リアモーター 79.7 馬力、 168.5Nm、 17.2kg で、 E4 ですね、全部で。バッテリーに関してはバイポーラ型日系水素電池なんで、アクアと一緒ですかね。変速機、ベースカー中間が電気式無難変速機、最上級の RS だけが6速オートマで、で駆動方式は E4、 もしかしたらベースのレンカーグレードだけが FR 残すかって言われてますけどね。まあ基本は E4 ですね。でソフトウェアのワイヤレスアップデートに対応して、予防安全装備には最新世代のトヨタセーフティセンスを全車に標準装備、新型ボクシーとあの後同等以上の安全装備機能類となっていて、プロアクティブドライビングアシスト、交差点横断歩行者探知、衝突回避支援型のプリクラッシュセーフティ、緊急時操舵支援、低速時加速抑制制御付きレーントレーシングアシスト、ステアリング制御機能付きレーンディパーチャーアラート、ロードサインアシスト、アダプティブハイビームアシスト、カーブ抑制制御機能付き全車速のクルーコン、先行車発進告知機能、デジタルインナーミラー、ドライバー常時対応システム、ブラインドスポットモニター、リアクロストラフィックオートブレーキ、パナミックビューモニター、安心降車アシスト付きブラインドスポット警告、アドバンストドライブ、リモート機能付き高度駐車支援、アドバンストパーク。で、価格の方が489万9000円から739万3000円。まあ、現行車の価格で、新型に関しては 3.5Lがなくなる分最上級は安くなって、でもベースに関してはまあ機能類とか、あとは装備類が追加して安全性も上がるんで、ベースが若干上がって498万から最上級は695万ぐらいになるんじゃないかという予想価格ですね。で、発表時期、発売時期6月下旬って言われてたのが、最近になって延長したという情報が入ってきて、7月に発表発売へという情報です。はい、今回新型クラウンのフルモデルチェンジの情報として、内外装のデザインとスペックで、新装備と新機能、価格と発売時期について紹介しました。